飛べ未来の新大生。信州大学医学部保健学科は松本キャンパスにあります。医学部附属病院が隣接するほか、地域施設との連携により実践重視の教育が行われています。8つの学部がある総合大学の特徴を生かし、さまざまな分野を学ぶ学生と交流することで幅広い知識や人間性を磨くことができます。保健学科には看護学、検査技術科学、理学療法学、作業療法学の4つの専攻があります。それぞれの国家試験受験資格を得ることができる教育課程が設けられています。目覚ましく進歩発展する医療科学技術を生かし、それを実践できる能力を身につけることを目標に、講義、演習、実習などが数多く展開されています。7月18日、この日はオープンキャンパスが行われました。県内外から多くの高校生やその保護者が訪れ、保健学科のカリキュラムの一部に触れました。はじめに医学部保健学科金井誠学科長から説明がありました。医療職として働くということに関して、医学部へ進学するということを考えている皆さんには、一つ、自覚しておいていただきたいのは、大学進学において医学部が他の学部と決定的に違うのは、入学する時点である程度自分の将来をどういう職種で活躍したいか、そういったものを、ある程度明確にしっかりと持っていないといけないということになります。なので、皆さんはそのことをしっかりと自覚した上で、医学部の受験というものを考えていただく、それが必要になるということはしっかりと自覚しておいてください。で、その上で、自分は将来医療の現場で働きたいと考えている方たちは非常に素晴らしい選択をしています。それは医療職というのは、社会への貢献だとか、あるいは生きがい、やりがい、そういったものをものすごく実感できる職種だからです。で、そういうしっかりとした目標を持って入学してきた方々を、我々保健学科の教員は、全面的に支援しますし、信州大学もそういった方たちの学ぶ環境というものをしっかりと整えています。総合大学ですので、いろんな教員、友人との交流が可能になります。また、医療の実習なんかにおいても、当然信州大学の医学部附属病院は当たり前ですけれども、長野県内の多くの医療現場と連携を取って実習の、体制を整えています。各専攻の紹介がありました。医療の形がですね、非常に大きく変化していますので、非常に高いレベルを求められます。看護も例外ではありません。ですので、楽しいことばかりではなく、辛い経験もするわけですけれども、その経験を通して多くのことを学びますし、人間性もですね、豊かになります。で、看護職は常に患者と家族の最も近くでですね、他の専門職よりもずっと接する時間が長いんですけれども、適切な看護とは何かというものを日々追求していきます。で、一生を通じて人や社会の役に立つ仕事をすること、さらに人の命に関わる仕事を追求できること、それが看護の醍醐味というか魅力ではないかなというふうに思います。実際のですね、検査風景をご紹介したいと思いますけれども、まずこれは採血しているところです。20ミリリットルほどはですね、臨床検査技師の方にですね、採取することが許されています。で、こちらはですね、今度尿の検査なんですけれども、いろんな色がついています。この色を見てでもですね、どんな異常があるかということが推測できますし、尿の中にどんな物質があるかということもですね、顕微鏡を見たり、あるいは分析して調べることができます。次は遺伝染色体検査。これが非常にですね、
日々新しい油酸の開発する分野です。直接ですね、いろんな異常を遺伝的な要因あるいは腫瘍のですね診断等に直結するような検査となります。臨床検査の技師のですね免許取得後、さらにここにですねあるような種子の認定資格を取れますので、さらにですねスキルアップを図りたいという人にはですね非常に魅力的な専攻かと思います。多くの皆さんのですねがこの分野に参画していただくことを期待しております。運動能力を得ることを考える、というところですね。特にあの患者さんが、寝たところから起き上がって歩く移動するといったように体を動かすところですね、そういった基本の動作というところに、注目をしまして、そこの回復を図ることが大きな仕事になります。どんなところに注目をして働きかけるかというと、例えば筋力が落ちた人には筋力の強化をしたりとか、あるいは体力をつけたり、痛みを和らげたりと、そういったことが中心になります。ただ針を刺したりとかそういうことじゃなくて、あくまでも、患者さん自身に動いていただいたり、それから痛みを和らげるような運動をやったりとか、そういったことになります。パラリンピックとかオリンピックですね、そういったところで関わるトレーナーの資格を持った教員がおりますので、過去にそれ関わった写真なんですけど、そういったこともあります。あるいは下の方では地域で運動指導とかですね、そういった活動がありまして、理学療法というのはスポーツから地域までさまざまなところで関わっています。作業療法はこの応用的動作といいますか、治療指導援助っていうんですけども、この作業活動っていうものを使ったりするところが最大の特徴でして、健康の概念から考えると、体とか心の基本的なところがまず障害を受けるんですけども、作業療法はさらにこの活動とか参加っていうところを中心にアプローチして、社会生活が営めるようにというリハビリテーションの活動を中心にその人を見ていくということです。で、実習科目では1年次から基礎、そして作業の及ぼす影響を科学的に検証したり、で病院実習ができるのも信州大学の大きな特徴です。これは臨床実習の風景ですけれども、実際に障害を持った方に調理実習をしたりとか、子どもには遊び、そして食事の練習ですね。で、ハンドスプリントといいまして、手の外科領域も作業療法の、専門領域になります。こういう電話とかデバイス操作なんかもやっております。専攻別に実習体験や講義などが行われました。看護学専攻です。血圧測定です。AED を使った心肺蘇生です。コネクターを接続してください。子どもの人形を使って聴診器で呼吸の音を聞く実技体験などが行われました。他に胎児期から出産までの様子を学んだり、抱っこの仕方なども体験しました。こちらでは患者の先発の実習です。検査技術科学専攻です。顕微鏡を使用しての演習を行いました。エコー検査についての説明です。血流がですね、心房から心室の方にどんどんこう血液を送り出しているということでして、赤ければ赤いほど流速が速い、それから逆に青いのは見えてますけども、これは逆流している場合には反対方向に来ると青色に見えます。このようにして、便を逆流しているか、あるいは便が狭いととても流速が速くなるんですけど、そういった変化があるかどうかですね、そういったことを見ることができます。理学療法学専攻です。理学療法学専攻ではカリキュラムの説明が行われました。2年生3年生になりますと、2年の後半と3年の前半のところで、教員が一緒になってですね、付属病院とか市中の病院で、半日でなんですけど8回、実習します。で、患者さんとお話をさせてもらったり、測定の体験をさせてもらったり、
あるいはその実際に運動療法の、まあ、そのお手伝いをしたいと、そういう体験をさせてもらう。で4年生になると、これは長期の実習になりますので、春から、9月までですね、夏休みちょっとかぶってしまうんですけども、7週3回実習します。学生と教員がコミュニケーションを取りながら、実践的な教育が行われています。在学生から学生生活や学習内容について直接話を聞くことができる場も設けられました。受験生からは実習の内容や課外活動などについて質問が出され、学生が自らの体験を答えていました。からサークルとか入るといろんな学部の人と絡めるから。作業療法学専攻です。作業療法学専攻では患者に合った医療サポートの提案方法を学び、先進的な検査器具を使った研究の一部を体験しました。障害がある人や認知症の人の日常生活を補助するために共同開発したさまざまな器具や機器も紹介されました。腕や手、指のリハビリテーションのために楽しみながら体を動かしてもらおうという作品作りの作業も体験しました。授業で学んだり、実際に病院に行って実習をして勉強しています。部活に入ったりサークルに入ったりして毎日充実した生活をしています。ぜひ来てください。待ってます。待ってます。看護学専攻では男女みんなともに仲良くやっています。みんなでご飯に出かけたり、いろんなところに遊びに行ったりと、みんなが楽しめる雰囲気です。信州は長寿の県として有名だと思います。信州のいい空気が影響しているんでしょうか。皆さんも一緒に信州大学で勉強しましょう。待ってます。信州大学医学部保健学科では、人間性豊かな温かい心と幅広い知識、技術や思考能力を身につけてもらいたいと考えています。意欲あふれる皆さんを心からお待ちしています。